江ノ島大好きです。暖かいところが大好きで、寒いところ苦手なんですよ。だからこのお仕事はね、すごいいいお仕事ですね。Thank you.
麗でしょ。なんで笑う。いいよ、続けても。あ、そう、あの映画の試写会に行って、それでこう初めて、もうその時5000人ぐらいの人が、約5000人ぐらいの人が来てたんですけど、そんな人の前に立つのもすごい初めてで、それでなんかそれは5人組の R 指定の方で行ったんですけど、初めてバズーカ砲みたいなのを打たせてもらって、すごい楽しかったです。ネモネモの特技なんですけど、書いてない、プロフィールには書いてないんですけど、水泳が得意なので、今から皆さんにお手本を見せようかと思います。それでは行ってきます。
なんかね、私社長からいつも喋りをどうにかしろって言われるんですよ。本当いつも怒られて、で、そういう面ですごい尊敬してるのはやっぱり事務所の山田まりやさんとか、みんななんかちゃんと考えて喋れてるし、周りも見れてるし、すごなんか一緒にお仕事するたびに、あ、すごいなとか思ってて、でもなんかこれだったらこの人、これだったら あの人っていう感じで、全部違った感じにみんな見てますね。こうやってスタスタスタって渋谷の駅付近こうやって歩いてたら、すいませんって後ろから声かけられて、ナンパしてもいいですかって言われて、私もそんなこと初めてだったから、もう挙動不審になっちゃって、すごいもうでもこうやって聞こえないふりをしないといけないとか、目を合わせちゃいけないとか言うじゃないですか。だけどなんか自然にこう、すいませんって言われたら目合っちゃうじゃないですか。あ、ごめんなさい、ごめんなさいとか言って挙動不審になりながら消えました。うん、嬉しかったですよ、だってナンパされたことなかったんだもん。フリマだって、フリマ。
仕事楽しいです。いろんなところにも行けるし、いろんな人にも会えるし、うん、グラビアがすごい好きなんで、うん、このビーチロックのプライベートビーチなんですけど、シルバーのワンピースを着ているのでちょっと省略して書いてみました。でもでもです。
この先は今とりあえずグラビアをやってるじゃないですか。で5人組でこう歌をやって、で今バラエティをやり始めたところなんですね。でなんかでも一応一個ずつ一個ずつって感じに、ちょっとずつちょっとずついろんなことを挑戦したいなと思ってるので、こう演技の方もやりたいし、舞台とかそっちの方もやってみたいなと思って、で まだ自分がこれになりたいっていうのはないんですけど、なんか全部やってみて自分のこう、あ、これが合うなっていうのを探して決めたいと思ってます。